今日は松本潤についてジャーニーさんが話すみたい。私は東京ドームに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっとゆたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよー。ツイッターで人権虫ペーナがトレンド入りしたわね。松潤がライブ演出として考案したペンライトでしょ？そうなの。制作サイトが色を自由に決められるペンライトよ。でも、ファンからしたら自分の好きな色を光らせてライブを楽しみたいよね。そうなの。それで、あのネーミングが付けられたの。松潤がせっかく考えた演出なのに、不本意だね。そうよね。松潤がかわいそうよね。良かれと思って考案したのに。そのペンライトを関ジャニが物販で売って、ファンが激怒してるんでしょ？そうなの。大倉がブログでフォローしたんだけど、それに松潤が激怒したの。激怒する人が多いね。穏やかに過ごしてほしいよ。いいじゃない。血気盛んな感じが好きよ、私は。松潤はなんで怒っているの？わしが考えたペンライトで何ファンを怒らしとるんじゃ、ボケが。って言ったのよ。それ、松潤？松潤も相当頭に来たんでしょうね。完全に飛び火だからね。怒ってもしょうがないか。松潤は大倉のフォローが気に食わないんだよ。そうだよね。なんでお前にフォローされなきゃならんのだって思うよね。確かに、大倉がそこは責任を取るべきよね。演出なんだし。なんか、僕までムカついてきた。激怒していい？